皆さんこんにちは。こんにちは。あたためデュアのまさおとなおこです。ちょっと声がひっくり返った。大丈夫か。いや、ちょっとこの2週間ばかしね、うん、めっちゃあの喉痛くて、咳めっちゃ出て、ほんと声出なかったんですよ。うん、珍しい鬼のかくらんって。鬼。ということで、はい、で、今日、やっと治ったんで収録ができるという。まあもうな、こんな2週間もな、うん、お酒飲まんってことな、一緒にあるかないかやから。1週間、10日間。いや、10日間やな。今日はな、美味しいやろうなと思ってめっちゃ楽しみにしてんねん。はい、飲めるかな、お酒飲めるかな。まあ。飲めへん体になってたら飲めなかったら、あの僕がナオコの分も飲んであげるから。いやね、マサオさん、え、優しいないわ。マサオさんな、私がな飲めへん間、ナオコさんまだ飲めへんの、まだ飲めへんの、まだ飲めへんのって言って、僕飲みづらいやんって言って、ギューギューって、いや、控えめ、飲みづらいやんって言いながら飲んで、そうそうそう、飲んでた飲んでた、もう優しいわと思って、飲みづらないやん、1個も。ということで元気になったナオコです。今日から頑張って飲みたいと思います。はいはい、はい、今日は音楽を愛し、酒を愛し、つまみも愛して40年、おとともほろよいチャンネル。日本全国酒巡りの25回目。25回目。愛知県に行きました。愛知県です。愛知県といえば名古屋だけや。名古屋だけや。いろいろ名物あるんですが、やっぱ赤味噌なので、赤味噌で、いろいろ味噌カツという手もあるのですが、やっぱり料理を作ろうと思って、お土手にしました。土手には、牛すじとこんにゃく、豆腐を赤味噌の味で煮込みました。おです。お、牛すじ入ってんの。牛すじ入ってんだ、あれ、うん、本物だよ。でやね、生のやつから。やだ、生のやつから。今日、あ、昨日から。うん、あ、すごい美味しそう。それと、天むす。天むす、はい、天むすはなおこがこの可愛いお手でキュッと握ろうと思います。はい、あらららららら、あ、きっといいと思うわ。うん、私ただ、こんな手出した。そうそうそう、まさおさんの気を握りになるからね。はい、なおこさんの可愛い手で可愛い天むすを作るわけですね。 OK、 そうです。よし、楽しみですね。OK です。どっちから行こうかな。どっちから行こうかな。じゃあ、キッチンに移動しますか。よろしくか。はい、レッツゴー。はい、さて、これが土手煮でございます。はい、牛すじとこんにゃく、そして豆腐も入れて、ちょっと赤味噌でしっかり煮込みました。はい、多分美味しいではないかなと思います。ちなみにどれぐらい煮込んだんですか。そうですね、だいたい昨日の昼間ぐらいから煮て置いといて、また煮て置いといてというのを繰り返して。あ、じゃあ結構煮込まれてるんですね。すじ肉はまあまあ柔らかくなってると思います。はい、でこんにゃくは今朝入れて、はい、豆腐はもうちょっと後入れて、はい、です。なるほど、美味しそうですね。いけましたね。味が濃いかな。ますね、濃そうですね、いつもより。ちなみに土手には作られたことあるんですか。初めて。あ、初めてですか。まあ、なんかイメージはね、煮込みだから、まあ、いろんなところでな、食べてるもんな。うん、で、ここにネギを。はい、こんな感じで、いきます。はい、見せてください。できました。お、できちゃいましたね。はい、ほんとだけだもんね。はい、かかってます。では、はい、そうですね。どうしよう。じゃあ、次は天むすですか。天むすですね。はい、はい、はい、それでは天むすを作ろうと思います。はい、お願いします。なおこが感じたまま作ります。フィーリングクッキングですね。そうですね。まずはじゃあ、おにぎり作るためのご飯を。はい、ご飯ですね。はい、次は何しましょう。あ、ちょっとね、これにね、はい、なおこは、はい、美味しいんじゃないかなと思うので、はい、ネギをちょっとまぶします。ネギご飯を作るわけですね。ネギご飯を作るわけです。そうそうそう、なるほどです。うん、手際がいい。そうでしょ。マサさんとは違う。そう、だいぶ違うよ。一緒に撮ったら。
はい、ということでちょっとネギをね、ここにまぶしましょう。はい、まぶしました。蒸しました。はい、混ぜましょう。はい、混ぜると、次はですね、ナオコはどうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、エビはね、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと買ってきましたね。ちょっと温め直しました。はい、ちょっとこれにだし汁をですね、あ、まあ、この薄そうやな、またいや、そのだし汁用意したのは誰ですか？マサオさん。マサオさん、薄そうって。はい、はい、もうこうやってね、でこれちょっと味を染みます、染みさせましょう。はい、で次、海苔ですね。海苔、はい、ナオコはね、海苔岩にはうるさいんです。これはですね、はい、私の生まれ育った山口県小野田市の海苔でございます。はい、あら、直った海苔で、はい、新年ここの家にあったのをね、取ってきました実家に行ってお母さんもらってくでって言って、あ、もしかしてお盆に帰った時ですか？お盆に帰った時に、ね、お母さんがよそ見てる間にね、2つ持って帰りました無双なんですか母は分かっていないと。そしてですね、このエビチョンをですね、はい、半分くらいでいいかな、はい、半分切って、はい、半分で切って、はい、あ、じゃあおにぎりを作って感じですか？おにぎりを作るんですね。確かにこのネギをまぶすアイデアってものすごくいいですね。一緒、はい、僕もいい感じがします。これでですね、はい、さっき言ってた奈々子さんの可愛い手で、でもね、ちょっとエビがでかいからさ、はい、ちょっと可愛いの難しいね、これほら、ちょっとちっちゃいエビやな、天むすって。そうやもん、天むすちっちゃい、ほら、なんか甘エビみたいなやつじゃん。いや、甘エビほどでかない違う。はい、ちょっとここにエビっちょがね、顔を出しています。はい、そしてですね、こういう風にしてですね、はい、こういう風にしたかったら、こういう風に、わかる？こういう風に、ほら、こういう風に、おひな様みたいな。ああ、なるほど、なるほど、ね、こういう風にして、で、ここにエビチョンがちょんと出るっていうね。ああ、今ちょっとでもずれてます。ずれてますねいいね、味には変わらん。あの一発目は失敗して、後からね、そうそうそう、こんな感じで、ほら、ね、はい、おひな様みたいな。なるほど。次ちょっとやってみましょうか。じゃあ2発目は、次はでもどうかな。あ、すごい、ある程度形を作ってからの意味、はい、こうやってだんだん賢くなるわけね、人間はね。そうですね。よいしょ。おお、あ、なんか良さげ、良さげ、はい。おお、でもなんとなく、ああ、なんか、うん、見覚えのある、はい、見覚えのある、おにぎり屋さんの天むす、そんな感じですよね。そうです、こんな感じね。あ、どんな感じですか、見せてください。こんな感じ、ほら、エビちゃんが尻尾がピョンって出てる。あ、ほんまや、全然ちゃう、一発目としゃあないや、こうやって賢くなるね。なるほど、じゃあこの調子で作っていくわけですね。そうですね。ちなみに何個作るんですか？これが私の分でしょ、はい、今からマサオさんの分作って、最後に南美の分作るからね。あ、それはありがとうございます。はい、ネギが入っただけでおにぎりが非常に握りにくいでしょうね。むずい。いいことですよ。どうせマサオさんが食べる。どうせってどういうこと？聞こえてますよ、本人に。隣におるし。そうそうそう。こういう感じですかね。はい。見せてください。どんな感じですか？おりゃ。あ、出来上がりですか、もしかして。出来上がり。はい、出来上がりだよ。ああ、できました。じゃあ天むすと土手煮と、はい、じゃああとはお酒ですよね。そうだよね。では乾杯しましょうか。乾杯しましょう。できました。できました。あ、できましたね。美味しそうです。土手煮と天むす、天むすです。はい、名古屋定食ですね。名古屋定食、うん、いいですね。すごいすごい、うん、赤味噌の香りがいい香りですね。さて、うん、で、お酒なんですけど、今日のお酒は、はい、もちろん名古屋のお酒で、名古屋市緑区のカボシビとクヘイジという結構有名なお酒で、ラ・メゾンというね、ワインですね。いや、日本酒です。これは純米酒ですね。アルコール度数っていうこと、しっかりしてる、しっかりしてる、うん、有名なお酒なのこれ。カボシビとクヘイジは知ってるけど、うん、ラ・メゾンというのは僕は初めて見ました。おー、うん、美味しそうね。なんか美味しいと思います。ラベルと名前聞いたら完全にワインです。ワインね。そうだね。ラメゾン。日本酒っぽくないというか。っぽくない。さて、では、これを開けてみたいと思います。ラメゾン。ラメゾン。おしゃれなお二人にぴったりですね。ラメゾンというのはちなみに、フランス語でお家というね。メゾンなんちゃよくありますよね。硬い。硬
気合い足らんちゃう。気合い足らんちゃう。こうやるんかい。力仕事なんです。おお。発砲してる。発砲してるやん。びっくりした。発砲してるやん。やばいんか。飛びましたよ。飛びましたよ。すごいな。いやこれ。すごい。じゃあ、まあお次しましょう。はい。嬉しそう。楽しみですね。うん。では、いい香りか。まだよ。まだ長いよ。ではめっちゃ夢よだれがつわーって出てきた、大丈夫か。じゃあ久しぶりに乾杯しましょうか。乾杯しましょうか。乾杯、じゃーん、じゃん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 。ちょっとは発泡してるね、やっぱり発泡してるからちょっとシュワッてくる。うん、これ美味しいと。美味しいですか。うん、美味しい。後からふんわりきますし、はいはい、美味しいです。うん、どうですか、10日ぶりの日本酒は。めっちゃうめ大丈夫か、どうしようかな。ちょっとこっちは先に、じゃあドテニをいただきます。どうですかね。まずドテニから。うん、どうですか。味ちゃんと味ついてますか。ついてます。ついてますね。うん、あんまり甘すぎず。いやね、あんまり甘くし、あのなんか甘いのあんまり好きじゃないって言ってはったから、マサオさん。はいはい。ちょうどいい、ちょうどいい。うんうんうん。味は濃いです。お、十分ね。うん。いいですね。うん。茶色いもん絶対うまいからね。うん。茶色も。石だるいのほら、酒場放浪記でこれな。このような土手煮とか、まあ煮込みね。うんうん。飲んではるもんな。コミ系とお酒屋も相性抜群でしょ。うん、めっちゃう、めっちゃう。なんか今ここの辺からこのようなお酒がトゥー来てますか。来てますか。めっちゃ今、うわ、今胃に入ったっていう感じがすごいする。体びっくりしてんじゃん。びっくりしてる。すげー、久しぶりのアルコールで。やっぱり手で食べるよね、これ。そうだね。おにぎり天むすいきますか。おにぎりいっちゃいます。はい、どうかな。ガブッといきましょう。うん、うん、いいの。いける。エビ食べなかったら味がない。あ、そりゃそうや。エビ食べないと。もうちょっとご飯に味付いた方が良かった。ちょっと塩。あ、でも塩で握ってるよね。うん、塩つけるの忘れてた。そうか、それや。あ、でもね、ネギいい。あ、お前ですか。うん、ネギいい仕事してますか。いい仕事してる。さすがなお子。塩つけない。何してんすかな、お子さん。久しぶりで忘れた。うん、おいしい。合いますか。こいて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 、おいしい。あら、なんと絶好調だ。うわ、酒いいな、酒。かけようか、この上から。もうかけてもいいかもね。うん、塩の登場ですね。めっちゃいいお塩って言って。なんてお塩ですか。これ沖縄のやつ。沖縄のやつ。ああ、なんか沖縄っぽい名前ですね、確かに。うん、全国クロスもしてるけど、うん。うん。なんかね、こんなみたいな。思いますね。うん。見た目なんか片栗粉みたいな。あ、そう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 。ちょっと天むすをもう一度言ってくださいよ。塩でやったやつな。はい。うん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 。うんうんうん。塩はマストでしたね。マストなのを忘れる。なおこ。すいません。病み上がりなんで。許します。ありがとう。うん。幸せいっぱい、胸いっぱい。うん。うん、おいしい。それでは、正夫さん。髪の毛黒くなったな。ああ。いますよね。そうですよ。なおこのおかげですよ。そう。どう、皆さん。若返ったっしょ。いや、だいぶ。だいぶかかった。なんか、ぼっちゃん感が出ましたよね。お、おっちゃん感って何よ。ぼっちゃん、ぼっちゃん、ぼっちゃん感、うん、ええところの天使の子って感じ。私の方が、え、上に見える。そうですね、マサオさんの方が下に見える気がします。あかんやん、それ。
元に戻そうか白く染めるんですか。そう、もっかい良かったね。まあね、うん、うん、いいことだ、いいことだ、うん、あ、なんかこんな久しぶりにこんないっぱいいろんなもの食べて嬉しいな。うわ、食い食いがちゃいますね、やっぱまこさんが特にガツガツいきますよね。うん、こんな美味しく食べたの本当に久しぶり。あ、もう完食ですか。はい言うてるマサワさんも完食ですね。しっぽ以外完食、めっちゃ美味しかった今日の、うん、何点ですか今日は。100点あら、山田さんすごい鬼鬼やな、これ、うん、またみんなも作ってくださいね。そうそう、次に行きましょう。愛知県の曲っていろいろ考えたんですけれども、愛知県の醤油蔵をテーマにした2006年の前期の朝ドラ純情嫌いっていうのがねあったんですよ。皆さんご存知でしょうか。何年前だろう、だから十何年前ですね。23年ですから。17年前、誰生まれて、生まれてないの。え多分20歳ぐらい、うん、で出てはります。シーンって言われて入れといてシーンって。20歳ぐらい、うん。いやいやいや、宮崎葵ちゃんが20歳ぐらい、うん、ですよ。そっちね、そっちね、そっち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 なのよ、そっちは。ほんでこのドラマとのテーマ曲っていうのは珍しくのチェロがね独奏やってるんですよ。の当時あの新進気鋭のチェリストの長谷川陽子さんっていう方が独奏してました。でそれとっても印象残ってたので、うん、今日は愛知県といえばこれにしようかなと思いました。うん、ね、ね、うん、愛知県ですよね、うん、そこは頑張ってやったと思います、はい、それで はレッツゴー。
ただいまの曲は2006年の NHK の朝ドラの純情キラリのテーマでした。上手に言えました。今日も惚れましたね。惚れましたね。楽しい時間でした。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もポチッとどうぞよろしくお願いいたします。次回は山形県に行きたいと思います。うん、お疲れ様でした。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。